サメちゃん TV。 はいはいはい。で、ちょっとどうしようかってなった時に、そのじゃあこういう、ね、バーチャルでできるのがあるからそれにするみたいな感じになって決まりました。おお、じゃあそのやる予定ではあったんですけど、ソメフェスって毎年やらせてもらってるんですけど、はい、で京都とか行ったり、おお、で東京では運動会やろうってなったんですよ、はいはいはい、バレーボールやろうってなって、以前やったらもう二度とバレーボールができない体になりましたここで肩壊れると思います。もともと肩ね、はい、あんまいい感じじゃなかったです、僕の肩。そうだったんですね。学生時代はちょっとやってても痛なって感じだったんですよ、はいはい、でなんとか壊れることなく無事終わったんですけど、おで、ソメフェスで以前やったら肩が、バレーボール人生終わりましたわ。やらないからいいですけどね佐賀県出身ですか？そうです。佐賀県はちょっと行ったことないな。確かに佐賀に旅行行こうぜってあんまならない。みんな大体福岡か長崎なんですよねえ、でも佐賀好きですよ。何か佐賀の人見てくれてるかもしれないですもんね。そうですね、それはもちろん佐賀好きですよね。あの人がいる出身地のところなんで。モノマネよくするじゃないですか。あ、江頭さん。そうです。あ、佐賀出身だ。そうだ、出身です。そうだそうだ。いや、嫌いじゃない、全然好きですよ、佐賀に関してはね。佐賀出身の人って結構いい人ばっかですもんねいい人ばっかりですよ、佐賀。佐賀出身ですって言ったらちょっと俺一発で信用しますもん。あ、言いましたね、はい、言いましたね、うん、大好きです。それだけちょっと好感度上がりますね。絶対使いますからやべ、全然イベントのこと話してない。あ、そうだ、ね、そうですよ。 FC 限定リモートファンミーティングということでね、はいはい、はい、バーチャルでお届けしますよ。本当はね、やっぱこう実際にイベントできたらいいんですけどね。そうですね、うん、僕なかなかこういうご時世でね。いや、でもこういう形でねファンミーティングできてよかったなって思いますよ。だからこうバーチャルならではのものをお届けしたいですよね。あ、僕がいっぱい出てきます。分身したりとかするんですか？そうなんですよ、できるんですよ、バーチャルならではの。あとおこげも出てきます。おお、はい、昨日収録しまして、ほほほ、うん、おこげと一緒に戯れまして、なんかすっごい、うん、顔を舐められてましたね顔を舐めてくるんですよね、おこげ。ちょっとね、舐めれるチャンスってなろうもんなら
ベロベロに舐めてくるんですよ。なんでかなってちょっと見てみたんですけど、はいはいはい、犬の顔を舐めるのは愛情表現らしいですね。へえ、じゃあもうめっちゃ愛されてるじゃないですか。そうなんですね。だからなかなか断れないんですよね。そのおこげの愛に。そう、あのたまにおってこうなんかその人おこげが傷ついちゃうんじゃないかっていう感じになっちゃうんですよね。可愛かったな昨日のおこげは。おむつ履かせたんですけどね。そうですね、可愛い。おむつ履かせるとマジ可愛いんですよ。そこのしつけとかももうバッチリ。いや、ところがおこげね、あんま言うこと聞いてくれないんですよね。ああ、もうじゃあ反抗期に。そうです。ちょっとねバタバタしちゃって、あの、まあ、自粛期間ずっと一緒にいたもので、はいはいはい、でまたちょっとね徐々にこう生活が戻ってって、はい、こう家を寝てたりするんですけど、はい、ちょっと家に入ってくるとあれつったりしますね、やっぱね。じゃあもう寂しくて仕方ないんじゃないですか、うん、そうなんですよね。まあ俺も寂しいからお前行こうかなっていう。もう帰ってきたら、はい、15分ぐらいよしよし、よしよしっていうのを1回帰ってから15分ぐらいなんです。犬飼って生活からって変わりましたからね。おお、僕も帰ると思わなかったですもん、犬を。やっぱ地方とか行くから、はい、でもなかなか飼うって大変かなって思ってたんですけど、はい、いざ飼ってみたらね、ちゃんと世話もしますね。おお、飼っちゃえば飼えるんだなと思いましたね。地方行く時とかは、はい、まあ、僕実家東京なんで実家に預けたりしてるんですけど、おお、なんか毎日餌あげたりとか散歩行ったりとかって、私自分にできるのかってね、犬飼おうって悩んでる人多分いると思うんですけど、飼っちゃえばねちゃんとやりますよ。もうなんかやらざるを得ないというか、そう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 、やるのが当たり前っていう感覚になりますよね。うん、一回とねやっちゃえばできるんですよ。だからもし犬飼おうってひょっとしたら悩まれてる方はね、飼ってみたらどうかなって思いますね。すごいなんかもう子育てみたいな感じに聞こえちゃいましたね。確かに。でもやっぱね変わりもなく心の持ちようとかも変わりますよ。おー、守るものができたらっていう。子供と一緒ですよね。子供作ったことないですけど。木の上で本を読んでる少女に出会ってないですもんね。ないですね。梅雨なんか突入しちゃって余計ないですよ。梅雨のこの雨降ってる時に木の上で本読んでたらちょっとやっぱ大丈夫かって思っちゃいますね。いるかもしれないです。びっちゃびちゃになりながら、はい、本もびっちゃびちゃになりながら、バッテリーもやると面白いですよね。最悪その木の下のベンチとかでもいいんですけどね。妥協していいんですかそこ、うん、いないもんだって。ベンチもいないんだよな。よ、ベンチはいるんじゃないですか。いないっすよ。こんな暑くなってきちゃっていないっすよ。本の内容はいいんですか。何でも、それも観音小説とか読まれちゃってたらさすがに。そんなにって思っちゃいますけど。内容は何でもいいですよ。だって染谷さんがおすすめする本とかってありますか。僕が好きなのはオンダリクさんとか好きですよ。オンダリクさんとか岸優介さんとかね。あの岸優介さんの本はもう1日で読んじゃうぐらいです。すっごいもうなんか次が気になっちゃってどんどん進んでっちゃいますね。プッチーさんのおすすめとかあります？普通に恋空とか読んでました。あれって携帯小説ですか？のやつを本にしたやつ。ああ、そうなんですね。恋空懐かしいっすね。ドラマも映画もやりましたよね、確かね。やりましたね。やりましたよね。携帯小説めちゃくちゃ流行りましたよね。流行りました。電車男もあの分厚いやつ読んでましたね。読みました。僕も流行りましたね、あれもね。ちゃんとなんか兄ちゃんみたいに横文字のやつですよね、うん、あ、そう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 ですよね。なんかスレのやつを読んでいくみたいな感じですよね。そうですね。面白かったな。お願いします。お願いします。
それでは会場中から行かせていただきます。はい。ただいま会場中です。はい、皆さんこんばんは。ソビアとしゆき、リモートファンミーティング2020秘密の部屋へお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日司会を上げて、盛り上がりながら見ることができます。一覧の方はこちらになっております。はい、下から、車。ゆきさんです。どうぞ。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。キャーメハメハー、おー、すごいバーチャルならでは。はい、じゃあ VTR どうぞ。動画の方がきます、させてと、このシチュエーションになっております。それでは、プラン1、ご覧ください。どうぞ。メハメハメハ、はい、ありがとうございます。ソビアマルコさん、お久しぶりです。お元気でしたか？お久しぶりです。ソビアさん、こんばんちは。こんばんちは。BGM が運動会。みんなまた明日やるから絶対見てくれよな。ありがとうございました。これで終わるね。ですね。生放送なんで発言に気をつけながらやりたいと思います。エレベーター乗ってるだけですけど。これアーカイブとか残るんですね。言いたい放題よ。怖い怖い。このままで、最初まで書いてこう、書くじゃん。4。待ってます。ということで、参加してくださった皆様ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。OK です。はい、おはようございます。ありがとうございました。バイバイ。コメント番号。はい、全然全然。ではこの後2回で電話からもズーム行きます。お、はい、ということでリモートファンミーティングが本編の方が今から終わりまして、これからね、ズームの方をやりたいと思います。ちょっとドキドキしますね。皆さんと一緒にこうズームやらせていただいたことってないんで、とっても楽しみですね。はい。でもどんな感じになるんでしょうね。なんか楽しい時間を過ごせたらなと思います。はい。ご視聴くださった皆様ありがとうございました。僕自身とっても楽しかったです。ありがとうございます。それでは皆さん、いい夢見ろよ。